テイズ・ブ・リバース、リバースっていうのは、リ、もう一度、まあ、バース生まれるってことで、特に最短、再び誕生するという意味を実はタイトルとして選んだんですね。これはまあ世界の、まあ、最短というか、再び生まれるっていう状況をですね、実はテーマにしてるんですけども、この世界、まあ、今回は特に、ヒューマという種族と、それからガジマという種族、2つの種族が太古の昔からいるというそういう世界です。その中で能力も考え方も違う2つの種族が何とかうまくやっているように見えるけども、これがやっぱり不安定になってくる、不安定になってくる世界をいかに主人公たちがまた再誕させていくか、そういうお話になっています。まあ、ガジュマというのがですね、まあ、見た目どうですかね、獣人といいますか、獣のようなちょっと要素が強いんですけども、まあ、同一世界の中にそういったまあ、ヒューマから見ればガジュマが、ガジュマから見ればヒューマが異質な存在がいることによって、きっとそこで起こるであろういろんな、まあ、いさかいであるとか、まあ、あと分かり合う姿であるとかっていうのを形が違う方が表現しやすいっていう部分もおそらくあったと思うんですよ。そこで語れるドラマとか、そこをですね、ユーザーの皆さんにも分かりやすく伝えたかったので、特に今回はそういう違う種族と、見た目も違う種族というふうにさせてもらいました。中では、女王様とか王様とかっていういわゆるファンタジックな、存在もいますけども、そういう人間と、それから、一般の市政に暮らす人々の、まあ、そういう文化の違いであったりっていうところも、こうなんでしょうね、マトリックス上に描きながら、展開していこうというふうに思っています。シリーズ初めてちょっと変わった主人公、今までは意外とですね元気で、パーティーの中のエンジンとなってそのパーティーを進めていく推進力のような、存在だったんですけど、今回はですね、まあ、最終的にはそのパーティーの中心となって、よし行こうって言っていくんですけども、ちょっとですね世の中を斜に構えて、あんまりこうまともなって言いますかね、向上心があまり持ってない感じのところからスタートするんですよ。でちょっと世の中を拗ねて見てる感じのキャラクターが、まあ、パーティーのメンバーとの接していくことによってですね、どうやってこう自立していくか、自分の考えを持っていくか、世界についてどう考えていくかっていうところをですね、ちょっと描きたいなと思いますんで、意外と何でしょうね、2枚目系クールだけどちょっとひねている、そんな感じのちょっと主人公にしてみました。イメージ田舎の綺麗な田舎のお姉ちゃんって感じなんですけども、まあもちろんこう住んでるところは田舎なんですが、非常におっとりとしていて、可愛らしくて、で素直でっていうところなんですけども、まあ序盤からですね、数奇な運命に巻き込まれて、パーティーとはぐれたりすることもあります。まあちょっとその運命的な部分を全部一人に背負わされてしまっているようなキャラクターなんですが、まあ彼、まあ、ベイグとそれからこのクレアの何でしょうね、ベタベタしないんだけどもうほのかな、感情を感じ取っていただければなと。物語中盤から実はクレアには大変なことが起こってしまいます。そこもですね含めてなかなか今言えることも少ないんですけども、この魅力的なキャラクターの数奇な運命を楽しんでほしいなというふうに思います。まあ、ちょっと、世の中を拗ねてですね引きこもりがちになっているベイグを助けるといいますか、連れ出すキャラクターとして出てくるんですけども、非常に屈託なくて、まあ、元気のいい男の子っていう感じで出てくるんですけども、能力的にはベイグと全く違う。ベイグはどちらかというと氷を自ら操る力を持ってるんですけども、彼は炎を力、まあ、操る力を持ってるというところで、性格的にもそんな感じ、元気な可愛い男の子っていうところですが、実は記憶喪失っていう設定でですね、前の記憶を全く持ってないんですよ。で、彼がなぜこういうような運命に立たされているのか、そして、世界を救うために戦うことになるんですが、なぜ戦わなきゃいけなくなったのかっていうところもですね、なんでかなって思いながらも遊んでいただくといろいろ楽しいかなというふうに思います。パーティーメンバーで唯一そのガジマという種族の彼なんですけども、もともとは、
この国を治めている、この世界を治めている王に仕えていた、まあ、衛兵というか非常に能力の高い兵士だったんですが、それがある事件ではぐれてしまいまして、はぐれてっていうか、まあ、追い出されてしまって、世界を救う旅に出ることになるんですが、彼が持っている危機感とかですね、それから、まあ、真央と一緒に旅をしてますが、その使命感、なんとかしなきゃいけないっていう、まあ、大人なりの資料といったものが、そのうち米軍に影響していくっていう、そういう過程を楽しんでいただければというふうに思いますね。あのガジュマはあのヒューマと違って、能力が高い、まあ、運動能力が特に高いんですけども、そういうことをちょっと体つきから表現してみましたので、どんなふうに作られているかも考え、まあ、見ていただくと非常に楽しめるかな、深く楽しめるかなと思います。 2D、で描かれるキャラクターとか、それから風景とか、そういったものの温かみであるとか、まあ、美しさというのを最大限に出したかったというのが一つと、それからあの世界が、まああのまあ、天体ですよね、星のような形になってるんで、いろんな気候がある、その気候の違いとか、そこに暮らす人々の文化の違いっていうのを、より分かりやすくというんですか、ビビッドに表現するためにかなり今回は気を使っていると思います。戦闘システムは今回3ラインリレーモーションバトルってことで、まあ敵味方とも3ラインに配置された敵が、まあ、一斉にこうぶつかるっていう感じをちょっと出したかったんで、そういうのをしたんですけども、特に3ラインになることによって戦略性が、操作上の戦略性が増した部分があってですね、どういう陣形を組んで相手に対するかとか、相手に対した時に、いかにその相手の背後に回って挟み撃ちにするかとかということがですね、自分の操作でできるようになったんですよ。これはかなり今までと違う感じがあってですね、非常に面白い戦闘のリアリティを少しちょっと追求してみましたので、まあ、あと操作感もかなりあの今回上がってますし、そういうところをぜひ楽しんでいただきたいですね。アクションゲームライクな戦闘シーンを楽しんでいただきたいなと思います。今までのテルズシリーズの中でも最も世界観と、それからストーリーラインをあの長い時間かけて練り込んだ作品なんですね。ストーリーライン上に出てくるヒューマとガジュマの考え方の違い、能力の違い、そしてそこで生まれる、いろんな問題っていうところをですね、あのある意味リアルに感じられるように作ったつもりです。そうですし、楽しみに、やっていて、こんなことを自分にも起こるよなっていう、ちょっとあのそういう気構えでやっていただくと、より楽しめるかなと思います。